ちょっと待っていただきたい。何なんですか？私にも挑戦させていただきたい、あの長ゼリフを。関係ないでしょう。この毒物は本件の最重要証拠である唯一の物的証拠です。それによって被告人は死刑判決を受けました。しかし今証明されたことは、容器に彼女の指紋はなく、しかも彼女の自宅には簡単に持ち込むことができるということです。では一体何をもって毒物が彼女のものだというのでしょう。何をもって彼女が殺人犯だというのでしょう。何をもって彼女を正義の悪女だというのでしょう。何もない、何もないんです。警察もマスコミも日本中すべてが